どうも、あいつです。高校受験で公立を第一志望にしている方はですね、2月もしくは3月の頭に本番がね、やってくるかと思いますので、本当のね、受験直前期になってきたわけです。なので、今回はこの直前期に、まあ、個人的に思っているやってはいけないことですね。まあ、NG な行動っていうのを皆さんに、まあ、伝えていこうと思いますので、それを本編でギュッとまとめます。ただ、多分、どっちから、動画の時間が若干長くなってるかもしれないんですけど、本編はギュッとするんですが、その後に、受験生の皆さんへちょっと私のねメッセージを、まあ、伝えたいことがあるのでそれを喋っていきます。でそこを受け取るか受け取らないか皆さんに任せますので、せめて本編だけでも見ていっていただけたら嬉しく思いますね。どうぞお付き合いください。まず一つ目は新しい参考書を買うです。例えば今使ってる参考書を何回も繰り返してやってて、ある程度の達成感を得ていると、もうこれやってきた、頑張った、大丈夫みたいな、そんな前向きな気持ちで違う参考書に行くならまだいいんです。でもこの時期に参考書を違うのがいいんじゃないかなって思う方の多くの心理は何かっていうと、不安なんですよね。これでいいのかな、これで受かるのかなみたいな、ちょっと本屋さん行って探してこよう、見てみる。で新しい方がよく見えるんですよ。だからこっちにしようってやってみる。でもうちょっと使ったらやっぱ違う気がするって、この負のスパイラルにはまっていくんですよね。で参考書っていうのは基本的にある程度やり込まないと力がつきません。だから中途半端にやって力もつかないし、達成感もないから自信にもならないんですよ。で直前にそれをやってしまうと、私何やってんだろうとか、俺何やってんだろうマジでみたいになって自己嫌悪になると。でこのスパイラルにはまってほしくないので、もうこの時期はもちろんね、過去問をやるのも大事、それもやってほしいんですが、それと並行して今まで使ってきた相棒です、もうそいつを信じてこれをやり抜くんだ、やり込むんだという気持ちでやってってください。あとはもしできれば新しい単元をいっぱいやっていくのではなくって、今までやってきたものね、うちらはパソコンではないのでどんどん抜けていきます。だから今までやってたものを忘れてないかなっていう確認の作業をしてください。新しいものを覚えることも大事なんですけど、これよりも前にやったことを思い出す、もう一回定着し直すの方が楽です。楽だからテンポも生まれるし、達成感も味わいやすいし、あ、いける気がするっていう自信にも、で自分がレベルアップしてる感覚もつかみやすいので、ぜひ、まあ、新しいことをやっていくよりは今までやってきたものをもう一回定着してるかの確認をして入れ直す。それで忘れてしまってても焦らない、人は忘れるものですから、だからもう一回入れ直せばいいんだよっていう感覚でぜひやっていきましょう。2つ目は睡眠時間を削る。これはもう言葉のままです。睡眠時間を削りたくなる気持ちはわかります。自分もそうだったから。でもこの時期、まあ普段も削ってほしくないんですけど、この直前期に睡眠時間を削ってしまうと、まず免疫力落ちるから体調崩しやすくなるし、睡眠を削るとですね、メンタルが安定しにくくなるんですよ。で当日どういったメンタルでそのね望めるかってすごく大事なんですよ。でそこがうまくいかないと、そこまで一生懸命やってきた力が発揮できない、こんなにもったいないことはないですよね。だから睡眠時間はちゃんととってください。そして早寝早起き、これもきっちり生活サイクルを、生活リズムかをね、しっかりもう一回ね見直して、もうあと 2,3 週間、まあ1ヶ月ぐらいだと思いますので、この1ヶ月はもうちゃんと生活リズムも、生活リズムをね安定させていくんだっていう意識をもう一度持っておきましょう。3つ目、自分を嫌いになることをしない。やっちゃいけないと分かっているのにやってしまうことってあると思います。例えば睡眠時間を削っちゃいけないって分かってるのに削ってしまう、あとはスマホをこんなに見てちゃいけないって分かってるんだけど見てしまうとか、あとはこんなに食べちゃいけない、暴飲暴食しちゃいけないって分かってるんだけどストレスがあって思って暴飲暴食をしてしまうとか。でこの時期さっきも言ったように自分の、まあ、モチベーションというかそのメンタルがすごく大事です。でもこの多感な時期といわれる、みんなね思春期の多感な時期プラス受験っていうめちゃくちゃ大きなプレッシャーがかかってるこの時期に、自分を好きになれとか自分に自信をね、俺ら大丈夫だよ、いけるよ、私ならいけるみたいな、いや難しいですよね。だから私の感覚としては、好きになろうと思わなくてもいい、でも自分を嫌いにならないようにしてほしいんです。で嫌いにならないにはどうするかっていうと、何かしようと思った時に嫌いになっちゃう行動をしないようにするの、そこを避ける。だからスマホ一つ取っても、これね今見てるじゃないですか、なんで YouTube 見てたとした時に、あこれ以上見てたら多分自己嫌悪になるなってわかるじゃないですか。だったらそこで切んなきゃ、自分でちゃんと。でそれができるかどうか、たった1ヶ月、もうたった1ヶ月だから、それが終わったらいいよ、
だらけ切った生活しても許すよ。まあ、ちょっと多分動画でダメって言うと思うけど、でも許す。だからこの1ヶ月ぐらいは自分が嫌いになる、自分が嫌になる行動、とにかく選択しないっていうのを意識して過ごしてください。最後はネガティブな言葉を自分に言う。これもさっきとすごく似てるとこはあるんですけど、不安だったり焦りだったりっていうのがこう積み重なってくると、どうしてもネガティブな発想になります。まあ、これは俺もそうだし、まあ、大人もそうだから、みんなね、先生とかもそうなのよ。でももうネガティブな言葉って言っちゃうといくらでも言えちゃうんだよね。でそれで思い込んじゃうんですよ。自分の言葉で自分をネガティブに洗脳できちゃうんです。でやっぱりこのあと1ヶ月ぐらいは、普段もね動画でよく言うことですけど、寝る直前、いいですか、布団に入ってベッドにこうファッて入って寝ようと思った時に、みんなで今日何勉強したっけって思い出してほしいんですけど、その最後、最後に一つでいいから自分を褒めてから寝る。それが勉強関係じゃなくても構わないから、どんなにちっちゃいことでもいいから、だって誰かに見せるわけじゃないんだから、え、そんなことで褒めてんのとか、でもうるさい周りって思ってていいから、いいかい、自分をしっかり褒めてから寝てください。この時期にちゃんと受験のことで悩んでて頑張ってない人なんていないんだから、みんな頑張ってんだから、だから必ず1個、まあもっとあるんだけどね、1個以上必ず褒めどころがあるので、しっかり褒めて自分の成長を感じて、ポジティブな言葉をかけて寝てください。そんなことでって思うでしょ、積み重ねではすげえんだぜ。それだけでも当日のメンタルね、モチベーションがかなり変わってきます。いいかい、だからその言葉をかける、でネガティブな言葉を極力言わないようにする。思ってもいい、思ってもいい、見てもいいけど、不安と焦りは思うから肩組んでやって、俺ら一緒に行くぞって思えばいいんだから、いい、そういったネガティブなことを思っちゃう自分にネガティブにならなくていいから、でもそのポジティブな言葉をかける、褒めてやるっていう、そこも一個でいいから大事にして、ぜひね過ごしてもらえたらと思います。それでは最後に、少しねお時間いただいて、受験生のみんなにメッセージを喋らせてください。まあ、本編でも話したことと重なる部分はねあるかと思うんですが、まずこの動画をクリックしてくれたのは、もちろん普段からね毎週見てますって方もいると思います。でもきっとサムネイルとかタイトルを見て、どっかに自分の中に不安とか焦りとか、なんかこう前をね進みたい、こうヒントが欲しいと思ってクリックしてくれた方だと思うんですよね。あの 100% って言い切っちゃいますけど、そのクリックしてくれたみんな 100% 頑張ってる方です。前に進んでる方です。ダメな人なんて、バカな人なんて一人もいないです。いない。どうしても自分もそうだったけど、受験直前ってさ、ネガティブなことばっかり思いつくんだよね。まあ、本編でさあんなこと言っといてあれだけど、ネガティブなことばっか出てくんじゃん。9割以上ネガティブだったりしない？ダメな気がするって、受からない気がするって、自分だけ落ちるんじゃないかなとかね、意味わかんないことも思ったりするでしょ。でもそれはね、一生懸命向き合って戦っている証拠なんだよ、みんなが。だから俺もそうだったけど、どうしても自分にさ、ネガティブな言葉というか、こうポジティブな言葉ってなかなか言ってやれない。でもその分、こうやって画面越しだけどさ、みんなすげえんだぜって、みんなすげえんだって、分かってるって、超かっこいいんだぜって、すげえ、例えば泣いちゃう日もあったろうし、もしかしたら今この動画を見ながら泣いてる方もいるかもしんない。でもその泣いちゃってる姿さえも、こうやってすげえ努力して戦ってきたかの証拠でしょ、めちゃめちゃかっこいいじゃんっていうのがどうしても伝えたくて、そのお時間をいただいたっていうところです。なんか熱苦しいでしょなんかどうしてもねこういうのを伝えたくなっちゃうんだよね。自分もすげえ不安だったし、特に大学受験の時がさ、あの私立全部落ちて、あのねパンパンで一般落ちてさ、あの国立の前期も落ちてみたいな感じで、なんかすごい孤独で不安で仕方なくて、逃げ出したいのに逃げ出せないし、でも やりたいのにやれないしみたいなすごい葛藤があってさ、でもなんか分かんないけど、こういうメッセージを喋ってくれる人がいたら俺はなんか嬉しかったかななんて思って、まあ一人よがりなんだけど、きっとみんなは受け取ってくれると思ったんでね、喋らせてもらいました。あのしつこいですけど、みんなめちゃくちゃかっこいいから、すげえかっこいいから、だからその姿を残り1ヶ月、いや1ヶ月長いんだよ、長いね、まだまだ長いと思うんだよ。でもね、あっという間に来るぜ。そして1ヶ月だけだけど、めちゃめちゃ変わるから、心の中も、そして学力的にも全然上がるから、まだだから
自分のこと信じてポジティブな言葉かけて一個一個問題できるね、できること増やしていって、そしていいこの心持ちというかいいメンタルで当日絶対受かるなんてそこまでいかなくていいよ、いかなくていい。でも私頑張ってきたなって、俺やってきたよなって、じゃあ自分信じて戦ってこようって当日思えるような、そんなメンタルでね当日を迎えられることを心から願ってますので、あと残り1ヶ月ぐらいかな、お互い頑張っていきましょう。はい、ということでここまでねご視聴いただきありがとうございました。またね今週1週間もねお互い頑張ろうね。じゃあちょっとみんななんかあれですけど、ちょっと手出してグー出してこれやろうぜ、いくよ。じゃあ頑張ろうな、よしファイト